はいどうも、こっちくれいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回は、この動画撮影してるのが、2018年の12月27日でございます。はい。おそらくこの当日に動画が上がっていると思うんですが、明日、2018年の12月28日ですね。まあ、この日にですね、おそらくいろいろな更新があるんじゃないかというところが、この戦力強化スカウト、4連スカウト、あと、10連福袋か、この辺のガチャとかからと、あとはイベントからですね、まあ、もろもろ全部28日に切り替わるということが、まあこれでね、わかると思います。つまり明日ですね、明日の15時にいろいろ切り替わっていくというところがわかると思うんですが、まあおそらく、例年の流れからいくと、OB 第3弾の味方が強いわけでございます。はい。まあ今年もおそらくにね、個人的には OB 第3弾になるんじゃないかなというふうには思っているんですが、じゃあその OB 第3弾のラインナップ、実際どんななのっていうところをね、お話ししていきたいなというふうに思います。はい。まあ、あくまで予想でしかないので、まあ、信じるか信じないかはあなた次第というところになってくるんですが、まずちょっと去年のラインナップから見ていきましょうかね。去年、2017年 OB 第3弾のラインナップがこちらでございました。はい。まず左上から日ハム、大杉さん、ソフトバンク、斉藤和美さん、ロッテ、村田兆治さん、西武、東尾さん、楽天が牧田選手、で、オリックスが石井選手、で、広島が衣笠選手、巨人が松井選手、DeNA が佐々木大魔神、で阪神が城島選手、ヤクルトが石井和久選手、で中日が今中選手というラインナップでございましたと。はい。いやもうこのラインナップ、このバナーを見るだけでめちゃくちゃ興奮するぐらい豪華なラインナップなんですが、まあ今年どうなってくるのかというところでございます。個人的にはこれ以上に豪華なラインナップになる可能性の方は高いんじゃないかなと思っているんですが、まずちょっとね、各球団ラインナップ予想をやっていきたいと思います。今まで結構、まあ、候補選手が多い中で、OB も前回で言ったら第一弾しか出てない中での予想だったので、なかなかちょっと具体的にこの選手が本命とかっていうのは言えなかったんですけど、まあ、第3弾というところで今回ちょっと本命と対抗と大穴ぐらいまでは、まあ、言えたらいいなと思っています。はい。ということで、西武ですね。西武から見ていきましょう。まず西武が第1弾でデニー選手、第2弾で鈴木健選手が来ました。で、第1弾のデニー選手に関しては完全に新規の選手、鈴木健選手に関しては過去一度出ていた選手でございます。で、まあこの西武に関しては2度出ている選手、秋山選手、渡辺選手に関してはまだ出てないので、まあここが出る可能性も非常に高いのかなというふうには思っています。あとはラインナップ的に見ていって強い能力になるであろう選手というところで言うと、まあ当然たくさんいるんでしょうね、西武の OB は。本当にたくさん強い選手がいる中で、まあそうだな、能力だけで強いところが来るとすれば、当然ながら秋山さん、渡辺さんあたり、あと石毛さん、まあ田淵さんも可能性あるし、東尾さんあたりも可能性あるんじゃないかなと思うんですが、新規のところで攻めるのであれば、もう本当に稲尾さんとか、まあ、前回尾崎さんが出たのでね、可能性としてはあるのかなと思っています。あと土井さんとか、まあ、本当にその大穴っていう部分で言うなら清原さんっていうところまでもね、可能性はなくはないので、まあそこが出たらめちゃくちゃテンション上がるし、めちゃくちゃ盛り上がるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていますと。はい。まあこれ難しいですね。本命一人を挙げるなら個人的には石毛さんかな。個人的には石毛さんの予想をしてますが、ただ石毛さんと松井稼頭央選手が被るんですよね、ショートで。っていうところを考えると、石毛さんは松井稼頭央選手が出ない年に次は来るのかななんていう予想もできるので、まあちょっと難しいですが、新規で来るなら土井さんが一番個人的には、候補としては可能性として高いんじゃないかなと思っていますと。はい。で、続きまして、ソフトバンク。ソフトバンクは今現状、第1弾で荒垣選手、そして第2弾で斉藤和美選手という両右腕が出ましたと。で、まあ、投手と来てるので、おそらく野手じゃないかなっていう予想が個人的にはできるんですが、まあ、そうですね、ここも、もう、個人的な本命を言うのであれば、城島さんかな。城島さんのソフトバンクバージョン、大英バージョンが、まあ2年ぶりにというか、去年阪神で出たんでね、今年はホークスっていう順番で出てくるんじゃないかなと思っていますと。はい。で、まあ対抗としては、新規の部分で、まあ西武でずっと出ていた秋山さんが、ソフトバンクバージョン、ダイエーバージョン、ホークスバージョンで出てくる可能性は、まあラッキーにしてもあらずなのかなっていうところは見ています。あと新規のラインナップで言うと、すげえ強いって言われる選手は、まあ、もちろん能力的に強い選手はいると思うんですけど、この、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、OB 第3弾って結構、まあ若い層にも、まあ大人な層にも人気の選手が非常に多く出るというか、まあ、そんなイメージが非常に強いので、まあなかなかなんかこう、古い選手っていうところでは、そんなに来ない気がするんですよね。
っていうところを見ていくと、まあ城島さんが本命かなと思ってはいます。うん、まあ対抗で言ったらその秋山さん、あと大穴で言ったらそうですね、まあノムさんが来るのが大穴かな、個人的には。ノムさん今年は個人的に来ないと思ってたので、まあ城島さんかノムさんかどっちか、個人的には城島さんが本命なんですが、ノムさんっていうところをついてくる可能性もあるかなと思います。はい、で続きまして、日ハム、日ハムが今現状は新庄さんと尾崎さんが出てますと。これどっちも新規なんですよね。今までどっちも出てなかった選手たちなんで、どうなってくるのかなというところなんですけども、まあ既存の選手が来るんじゃないかなっていうところってなってくると、日ハムの既存の選手っていうと稲葉さん、西崎さん、岩本さん、立山さん、森本さん、大杉さん、木田さん、島田さんなんですが、正直に言ってめちゃくちゃ強いっていうところで言うと、まあ大杉さんか稲葉さんなんですけど、稲葉さんももう出ちゃってるんですよね、ヤクルトで。だからまあ出ないだろうという予想が基本的にはできるんですけど、まあ西崎さんの可能性もあるかな。うん、西崎さんの能力ちょっと改めて見ておきましょうかね。西崎さんもでも普通に強かった気がすんな。あんまり個人的に縁がないんでそんなに能力を覚えてないんですけど、あーでも普通に強いな。まあ、ちょっと変化球の部分はあれなんですけど、うん、まあ西崎さんの可能性が高いかな。個人的に本命あげるなら西崎さんかなと思います。で対抗大杉さん、去年と同じ形で大杉さんか守り元一人選手あたりの可能性もなくはないかなというふうに思います。はい、まあ人気選手ですからね、新庄森本っていうところが組めたら確かに激アツで、オリックス、オリックスは第1弾で中村典弘選手、第2弾で大石選手というところが来ました。大石選手が新規でしたね。なので、既存1新規1っていう状況なんですが、このパターン難しいですね。ただでも投手が来るような気はするって考えていくと、そうだな、本命で言うのであれば、難しいんですけど山田久志さんかな。やっぱりここはなんだかんだ外さず出てくる気はする。で、まあ、対抗あ大穴、これちょっと合わせて言いたいんですけど、米田さんですね。米田さんが投手新規枠としてオリックスで出てくる可能性を個人的には考えていて、まあ、野茂さんっていう選択肢もあるんですけど、野茂さんはなかなか多分厳しいんじゃないかなと思うんで、まあ、米田さんあたりかなっていうふうに思ってます。でも米田さんも僕個人的には野球ゲームで出てるのはあんま見たことないので、まあ、出るのかどうかは分かんないです。はい、まあ、そんな予想でございました。あとは鈴木啓司選手あたりもね、めちゃくちゃ強いんですよね。能力で言ったら鈴木選手はめちゃくちゃ強いので、これかめちゃくちゃ強いので、まあ、ここを出してくる可能性もなくはないのかなっていう気はしてます。はい、続きまして、ロッテですね。ロッテは今現状がこんな感じですと。はい、第1弾で里崎さんが3年連続で登場で、第2弾で牛島さんが2回目の登場という形になりましたと。で、まあどっちもこれ既存の選手なんですよね。なので新規の選手が来ることが予想される。でかつ OB 第3弾激アツなラインナップというところで見ていくと、もうずっと個人的に今年推している落合さんですよね。落合さんの登場がもしかしたらあるんじゃないかなっていうふうに踏んでいます。なのでまあ本命落合ですね、個人的には本命落合さんで、対抗で言ったらそうだな、難しいですけど黒木さんか三郎さんか渡辺俊介さんか、この3名かな。まあ稲部さんあたりの可能性もなくはないなと思っているんですが、まあその辺の新規ですね、間違いなく新規は出てくるんじゃないかなっていうふうに踏んでいます。はい、ただまあ村田兆治さんとかが当然強いので、あと山内さんか、山内さんあたりのその強いところも出てくる可能性はあるかなと。既存の中で強い選手っていうところで出てくる可能性もあるかなと思っています。はい、いやでも落合さん来てほしいな。落合さん来たらめっちゃ激アツ。はい、楽天行きましょう。楽天は鉄平選手と山崎選手ですね、この2人が出ていますと。でまあこれもお互いに、既存の選手なんですが、楽天点の新規枠で考えていくと、個人的に岩村さんが来る可能性があるんじゃないかなと思っているんですが、なかなか新規枠難しい部分もあるんですけど、本命難しいな。まあ本命永井さんかな。ちょっと3年連続になるんですけど、もう山崎選手に続いて3年連続になっちゃいますが、永井選手の可能性が高いかな。まあ、あと長谷部選手とか吉岡選手とかその辺かな。あと市場さんの可能性もなくはないなっていうところは思っています。はい、楽天本当に予想難しいんですよね。はい、
続きまして、ここからセリーグ。セリーグは広島、広島から、まず前田選手と横山選手、この2人が出ました。横山選手が新規でしたねと。で、前田選手が、2年ぶりの登場、2回目でしたと。広島も正直難しいんですが、個人的な本命を言うと黒田さんかなと思っています。はい、先日ね、なんかレジェンド総選挙みたいな番組があったみたいなんですけど、まあ、そこでもなんか10位ぐらいにランクインしてたのかな、かなり上位にランクインしてたイメージがあったんですが、まあ、そんなね、人気もある黒田選手、ここ OB 第3弾というところで持ってくる可能性あるんじゃないかなと思っています。まあ、番長も出ましたしね、まあ、最近同じ年に引退されたというところで考えていくと、まあ、可能性は全然大いにあるんじゃないかなというところでございます。はい、まあ、あと他で言っていくと、そうだな、野村健次郎さんとかかな、対抗で言ったら対抗野村健かなと思います。はい、続きましてヤクルト。ヤクルトは、広沢さんと稲葉さんですね。ここはどっちも新規だったかな、どっちも新規ですね。なので、そうですね、本命を決めろと言われると難しいんですけど、個人的本命は若松さんか石井和久さんかなっていうところですね。ただでも野手か、野手と来てるから、まあ投手で考えていくと、まあ、石井和久さんか伊藤さんかなっていう予想をしてます。はい、まあ、もしくはこれは結構逆に大穴の部分なんですが、まあ、金田さんですねっていうところ、国鉄時代の金田さんの可能性もなくはないかなと思うんですが、それをやってくるとすごい激アツですね。能力どうなってくるのっていうところなんで、まあ、もうそれはやってほしいですけどね、個人的にはやってほしいけど、まあ、どうなってくるかはちょっとわからないですね。そこは難しいところです。はい、で巨人はもう個人的に本命は決まってますが、まず原さんと牧原さんというところで、2人出てましたと。ここどっちも新規なんですよね。どっちも新規の選手が来ていて、で、去年はここで松井さんが来たのかな、第3弾で松井さんが来たと思うんですけど、まあそうですね、去年松井さんと長嶋さんの2人が、2年連続で出たわけなんですが、で去年王さんが出なかったんですよね。で今年もう原さんがサードで出たということを考えると、長嶋さんを出すことは多分ないんじゃないかなって予想ができます。なので個人的に第3弾で出てくる選手の予想としては王さんかなっていう予想をしているんですが、まあ、もしかしたらまた去年みたいに松井選手っていう可能性もあるので難しいところだなと。でも個人的にもう本当に松井王、この2択だと思っていいんじゃないかなと思ってます。はい、まあその他の選択肢で言ったら、そうだな、張本さんとかの可能性もなくはないけど、なんとなく個人的にはもう松井王、この2人のどっちかなんじゃないかなっていう予想してます。はい、で続きまして DeNA で見ていくと、三浦さんと谷繁さん、この2人ですねっていうところで、番長が新規で谷繁さんが既存2回目っていう感じだったんですが、そうですね、第3弾というところで言うと、まあ本命で言ったら大魔神佐々木さんかなって個人的には思ってます。去年もそうだったんですが、本命で言ったら大魔神佐々木さん、ここはリアタイでもね欲しいという方もいると思うので、まあ、かなり人気なゾーンになってくるのかなと思っています。あと他で言うと、そうだな、新規枠で言うなら、まあ若者人気というか能力も高いでしょうし、田村選手あたりが対抗かなと思ってます。はい、いや田村さん来たら激アツだな。あとは、まあ、最近 YouTube でも活動されてる高木豊さんとか、まあ、能力的に言ったら松原さんあたりの能力とかはめちゃくちゃ強いと思うので、まあ、その辺が出てくる可能性もあるかなって個人的には思っています。ただ本命は個人的には佐々木大魔神、対抗で言ったら田村さん、高木さん、松原さんあたりの新規枠、あとは野村さんが今年どっかで出てくる気がしてるんですよね、単純に。はい、まあ、そんなところでございました。で続きまして中日は、川上さんと星野さん、この両右腕ですね。なので、まあ、野手かなというふうに踏んでいくと、個人的な本命は、まあ、和田さんかな。まあ、3年連続というラインナップの中で言うと、和田さん。あとは、新規のところで言うと、立浪さんと高木守道さん、この辺の可能性が結構、こう穴としてはあるんじゃないかなっていうところでございます。まあ本命和田さん、対抗&大穴というところで言うと、立浪さん、高木さん、この両内野手っていうところなんじゃないかなっていうふうに見ています。はい、
個人的にそうなってくるとかなり中日の OB はめちゃくちゃ魅力的ですね。川上星野ってきた中でその候補選手とかが出てくれると非常に強くなるんじゃないかなと思っています。はい、で最後阪神。阪神の OB も今めちゃくちゃ有能ですね。プロスピ的に言うともう真由美さんと加計さんっていうどっちもミートパワー AA 超えてる同値っていうね素晴らしい流れで来ているんですが、そうですね、ちょっとここまでの流れが素晴らしすぎて阪神の OB 次なんかそんなに能力高くない選手が来るような気もしなくもないんですが、難しいところなんですが、去年は城島選手のキャッチャーだったんですが、今年はまあ個人的にはさっきも言いましたがソフトバンクで出る予想してるんで、個人的にその線は消してるんですよね。阪神城島の線は消してるので、まあ投手っていうところで江夏さんが3年連続で出てくるか、もしくは新規枠で出てくるピッチャー阪神でいうと強いところでいうと井川さんと、まあ、村山さんあたりはめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思ってます。あと、まあ、対抗としてあるのは下柳さんかなっていうところとか、あとは、まあ、1回出てるんですけど久保田さんとかっていうところは投手枠が考えられるので、まあ、その辺の可能性は非常にあるのかなと思っています。はい、いや阪神もね個人的に井川選手とか来ると世代的にピンズドなんで、まあ、ちょっと欲しくなっちゃうなというところでございます。はい、まあそんなこんなでちょっとかなり長い動画になってしまったと思うんですが、12球団 OB 第3弾予想やっていきました。まあかなり OB 第3弾というところも含めて豪華なラインナップを予想しましたが、まあそうですね、この中で半分ぐらい当たってくれれば全然御の字なんじゃないかなっていう、ちょっとまあ弱気な予想ではあるんですけど、まあでもまあ、結構当たるんじゃないかなって個人的には思ってます。謎の地震ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。まあ、ぜひね皆さんの予想とかもね、コメント欄でいただければと思いますので、ぜひぜひ皆さんの予想をコメントで書いていただければというふうに思います。いや本当に楽しみですね、明日の更新、15時の更新が楽しみです。明日そうだな、まあ、できれば14時ないしは14時半ぐらいからまあ更新待機、冬休み入ってる学生の方とかも多いと思うので、まあ、やれたらいいなと思っています。まあちょっとまたその辺は Twitter 等々でアナウンスするんで、ぜひ Twitter のフォローとかね、していっていただければと思います。概要欄にリンクございますので、ぜひ Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。はい、あとはプレゼント企画とかね、最近始めております。クリスマスイブから始まっておりますので、ぜひまだね、応募してない方は概要欄から応募してみてください。はい、そんな感じで今回の以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。